はい、飯田橋到着でございます。どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、飯田橋駅と神楽坂駅それぞれ徒歩6分のブランズ神楽坂という新築マンションの建設地周辺レポートでございます。ブランズ神楽坂の飯田橋駅最寄り出入り口はこちらの C1 番です。大江戸線の C1 番です。ただですね、こちらの大江戸線の C1 番ですが、有楽町線、南北線、そして東西線、そして JR 線も横の階段を降りて地下に入ると全て地下でつながってますので、この C1 番まではですね、どの路線に乗ったとしても地下で来ることができます。有楽町線で来た時はもうビーチで出ちゃったりとか、あと JR で来た時はもうすぐ地上出ちゃってもいいんですけども、最寄りの出入り口まで地下でつながってるので雨の日なんかは便利ですね。はい、 C1 番出口を出ました。出ましたらですね、マルエツプチがあるところ、緩やかな上り坂、こちら登っていきます。でこちら大久保通り歩いてるとすぐ左手に佃小が見えてくるんですが、こちらが今回の数学です。なので小学校も近くていいですね。ただ中学校は牛込第3なので徒歩20分弱ぐらいかかりますね。まあただ小学校は近いので中学校は遠い分にはまあ妥協できるかなと思います。じゃあ左手はですね、熊谷組でございます。でこちら筑戸八幡町という今回のアドレスにもなる交差点をですね、右に折れてまっすぐと進んでいきます。今回ですね、モデルルームまだ見学していませんし、しばらく見学できなさそうです。まあ、こういったコロナ問題もあって席数をですね、絞っておりまして、ビークコートと同じです。三宮橋のビークコートと、同じで、最初にオンラインで商談をして、そこでまあ価格とか商品とか、まあ、全体的に納得した方のみ、モデルルームに呼ぶという、スタイルになっておりますので、まだですねオンライン商談すらしておりません。それもなかなか予約がですね取れない状況でございまして、話途中ですいません。こちらですね、歩いてくるとすぐにセブンイレブンがありまして、これを左に折れて右に行った方が建設地は、近いんですけども、そちらの方がですね、アップダウンが少しあるのと、どの道この道エントランスが北側になるので、まあ、セブンイレブンを直進してもいいかなと思います。まあどちらでもって感じでございます。そんなさっきの左に降りたから急坂っていうわけではございません。オンライン商談すらですね、まだ受けていないので、もう本当に公式ホームページの情報と、今までこの辺で見た物件のですね、知識しかない状況でございますが、まあ、だからこその印象を語れればなと思います。こちら左に折れます。こっちの方がアップダウンがいやいや少ないでございます。でも建設地は左手に見えております。飯田橋駅から徒歩6分表記あっという間でございます。今映しているのがですね、先ほどアップダウンが、少しありますといったところです。ちょっと上りになっているのがお分かりいただけますでしょうか。でエントランスはこちらの北側です。まあセブンは左に折れてもいい感じはしますけどもね、まあどちらでもという形です。で公式ホームページ見る限りはこっちの北側がですね、エントランスとするようでございます。こちら建築看板でございます。ブランズ神楽坂、売り主はですね、東急不動産と丸紅都市開発です。施工は熊谷組でございます。価格はですね、もう予定のが出てて5000万円台から2億4000万円台ということで、占有面積が 32.15 平米から 104.03 平米なので、まあ、単純計算ですけど坪500ぐらいだと思います。おそらく狭い部屋に単価を盛るでしょうね。狭い部屋を坪500、まあ、230とかにして、2L とかを坪400、780とかにするんじゃないかなと思います。倉庫数は81個、6階建て。飯田橋駅と神楽坂駅が徒歩6分、大戸線の牛込神楽坂徒歩7分なので、都庁前とか出るときは
牛込神楽坂歩いちゃった方が便利ですね。竣工はですね2022年の4月を予定しております。で今回南北に長い土地です。なので南面をですねあまり取れておりません。そのためほとんどの住戸が東向きと西向きになります。で今映している方が西向きです。こちらこんにちはかつ雪道もございません。そして今映しているのが東側でございます。こちらもこんにちはでございます。そして数少ない南面にも建物がございますし接道しておりません。接道しているのは北側のエントランスとこちらの東側ですね。ただこの東側もこういった形でこんにちはでございます。なので今回はこんにちはがまずデメリットになってきますね。まあまあこのエリアで眺望の抜け感とかを求めるのはまあ難しいんですけどもね。でこのエリア詳しい方であればもう言わずもがななんですが、まあこの立地そんなに知らないよっていう方のためにまあ、私が感じている部分ではあるんですけど、まあおそらく多くの建設様が、感じる部分だと思うんですけども、神楽坂感はそんなないです。どちらかっていうともう江戸川橋かなっていう、江戸川橋の物件、神楽坂の物件いろいろ見てきていますけども、どちらかというとここは江戸川橋に雰囲気が寄ってるなという感じでございます。神楽坂へはですねこの北側のエントランスを出て左にまっすぐ進んでいきます。で飯田橋駅からは、緩やかな上り坂で、神楽坂駅からは緩やかな下り坂がメインとなります。なので今歩いていくとやや上っていく形になります。ここはまだ大したことないですけども、途中少し、上り坂だなっていうところもございます。途中素敵なマンションがございますが、こちらですね2004年地区でございますね。神楽坂トワイシアヒルサイドレジデンスでございます。新築時の坪単価が270万円ほどで、16年ほど経ちますが現在坪単価約390万円ほどで動いております。まあそれを考えると今回の 2LDK おそらく坪単価、470-80だと思うんですけども、まあそうよねっていう単価ですね。その新築だけで見ちゃうと、まあ、高いなとはなりますけども、まあ周辺の中古も上がっちゃってますからね。16年選手がなんといっても坪390ぐらいで動いてますからね。でこちら突き当たったら左へ進みます。ここがまあ、坂だなっていう感じになりますね。で登り切ったところにですねビークコート神楽坂というマンションがありまして、まあ、さっきの2004年地区ならまあ時代が違うよねって言って自分を言い聞かせやすい、まあ、築年数なんですけど、このビークコートは2014年地区です。2014年地区 で当時、まあ、別に安いって言われてたわけではないんですけども、坪単価385万円ぐらいでした。だからたった6年ぐらい、まあたったではないんですかね、6年ぐらいで坪500ぐらいまで来ましたという話でございます。でまあ当然周辺のマーケットが上がってるので、このビークコート神楽坂、新築時は385ぐらいでしたが現在は、470ぐらいまで、来てますね。まあ過去には戻れないんですけども、まあマンションって高くなったなってまあどのエリアもそうなんですけどもね、本当そう感じますね。結果論ではありますけど、ずっと早く買いましょう早く買いましょうって言ってきたのはこういうことでございます。ただこの先は正直わかんないですね。これもうずっと私が前々から言っているところではございますけども、とりあえず2020年まではマンション下がらないので早く買いましょうと、もうとにかく早く買いましょうって言ってきました。で、ただ2023年から2025年頃はもしかしたらマンション価格下がるかもしれないですねって、まあ建築費が落ち着いてっていう、当時はこういったコロナ問題とかが当然、想像できなかったので、単純に建築費が落ち着いてとか、
まあ高値市況が一巡して2023年2025年ぐらい落ち着くかなっていうのが、これはもう私の持論です。なので2020年まで、下がらないから早く買いましょうは、まあ結果論ですけど正解でした。ただその次の2023年2025年頃マンション価格落ち着くが当たるか当たらないかはどうでしょうか。はい、緩やかに坂を登ってきまして神楽坂駅到着でございます。まあ、飯田橋の方が同じ6分表記でも楽ですかね。こっちの方が建設地からだとちょっと坂に上り坂になりますの で、 で、まあ、当然ではあるんですけどこちら側に来ると、まあ、神楽坂っていう感じになります。神楽坂を降りて飯田橋駅へ戻りたいと思います。で先ほどブランズ神楽坂江戸川橋寄りな雰囲気がありますってお伝えしたところではあるんですけども、まあそれゆえザ神楽坂ファンですね、もう本当に神楽坂が好きですっていう方にはそこまで刺さらない部分があるのかなと思うんですけど、逆に神楽坂ファンじゃなくて単純にもう交通利便性だったり、買い物利便性だったりをこう都心で求める方にはとっつきやすいかなと。なんか神楽坂っていうとなんか神楽坂のすごくもう神楽坂らしいお店を使いこなす、ような人じゃなきゃなんか住んじゃダメなのかなみたいな、あのそういったとっつきにくさもあると思う。それだけコアなファンがいるわけなので、神楽坂とかのそういうこじゃれたお店とか行かないんだよなっていう方ももちろんいると思うんです。でもそういう方って神楽坂物件ちょっととっつきにくいと思うんですよね。ただ今回はそんなに神楽坂神楽坂してないのと、飯田橋と神楽坂のこの間っていうところなの でどっちも使いやすいんですよ。寄りすぎてないんですよね。なので神楽坂ファンじゃない人にもすごいハマりやすいな、とっつきやすいなっていうのがあります。それは神楽坂と飯田橋の間でどっちもトコロープで使いやすいよねっていうところだけじゃなくて、買い物利便性も近年進化してるエリアで、このエリアを知らない方のイメージってこちら神楽坂側の吉屋だったり木村屋、あとは飯田橋のさっき通った丸越プチとかぐらいしかあまり記憶にないと思うんですね。この数年マンション見てなかったりこっち訪れてない方って。ただ、首都高側に、稲毛屋と丸越がオープンしてるんですよ。2018年2019年と立て続けに、都市型のスーパーマーケットオープンして、まあ都市型つっても丸越はちゃんと駐車場、1階部分にあるんですけども、そこそこなあの、まあ、郊外みたいな広さはないですけども、まあ、このエリアにしては、広めで、で新しいので、まあ、買い物してて気持ちいいですよね。そういった、新しいスーパーマーケットもあるので、まあ、神楽坂神楽坂っていう方じゃなくてもすごくとっつきやすいんですよね。なのでもしこの動画を見てる方でもう神楽坂って聞いて、まあ、変ななんていうんですかね、アレルギー反応というか、神楽坂って街はじゃないんだよなっていう方も逆に見てほしいですね。首都高側歩いてみてください。稲毛屋そして丸越があります。まあ、もう多分ストビューでも反映されてるとは思うのでそれでもいいので一旦、見てみると、こんななんかスーパーマーケットできたんだって、でそこまでの距離も結構近しいんですよね。で買い物もしやすくて、でなんつったってもう飯田橋なんで、複数路線利用できるので、もう大手町勤務だろうが、銀座方面の勤務だろうが対応できるわけです。六本木方面も行けますね。南北線六本木一丁目行けますんで、で JR も使えると。だから交通利便性高くて買い物利便性も高くなってる。で今回そっちに寄ってるので、逆に神楽坂に寄っちゃうと今度その稲毛屋とか丸越、まあ、ちょっと遠くなっちゃうんですよね。しつこいようですけども、神楽坂って物件名についてるからちょっと見学をためらうっていうのはちょっとやめていただきたいなと。むしろこれはですね、ブランズ飯田橋、ブランズ江戸川橋的な
でも神楽坂もつけるのと、まあまあやっぱ歌い文句としては神楽坂ですし、まあまあ主演も神楽坂つけてるので、まあ神楽坂を物件名につけるのはまあ当然じゃ当然では、あるんですけども、まあただブランズ飯田橋江戸川橋じゃないかなと。でもまあ神楽坂も使いやすい距離に十分ありますので、単純に都心で、交通利便性、買い物利便性、あと住環境もですよね。あと住宅街立地なので、まあ、ちょっとこんにちはにはなっちゃいますけども、そこを求める方、いいんじゃないかなと思います。ただまだモデルルームも見学してないですし、価格も、公式ホームページの予定価格しか、見てないので、まあ、建物とか含めた評価が、どうなるかは、分かりませんが、またそこはモデルルーム、訪問しましたら私なりのですね、感じた部分を共有できればと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。いつも貴重なお時間ありがとうございます。今回ですね、オンライン商談もしてないしモデルも訪問してないんですけども、気になってる物件なのでですね、先に建設士の、ファーストインプレッションお届けいたしました。それでは失礼いたします。